はい、おはようございます。夢人の夢人による夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェイウェイ、浜本です。寒いぬらいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日から10月でございます。もう秋ですね。秋モードですね。はい、秋モード。もうちょっと服もね、色もね、色がちょっとね、ちょっと秋モードの色味には、まあ、多分あのたまにちょっと明るいになるかもしれません、はい、でも日中はね、半袖でも過ごせるし、うん、みたいな日々ですね、はいはい、夜とかね、朝がね、ちょっとだいぶね、涼しく、ね、なってきたので、皆さんあの寒暖差で ね、 本当にね、あの風邪とかね、体調崩されたりはしないように気をつけてください。はい、はいはい、ということで、じゃあそんな秋になりました、うん、10月5日はどんな日なんでしょうか。はい、百瀬ひろの今日は何の日、時刻表記念日。お、はい、1894年のこの日、光陰新使者が日本初の本格的な時刻表を汽車汽船旅行案内を出版しました。なるほどね、汽車汽船だよ。はい、恩師の福沢諭吉の勧めにより、うんうん、手塚武正さんがイギリスの時刻表を参考にして発行したものであり、うん、あるで、発行時刻や運賃のほか沿線の案内、構文なども掲載されておりました。で、駅名時刻とも漢字縦書きで、右から左へ横に読む形ですね。で、全国の時刻表をまとめたもので、現在の時刻表の基礎を築きました。明治期の実業家であるんですが、これらのことから時刻表の父として知られております、うん、という日でございます。そうね、だからあのちっちゃいのもあれば、うん、あの大きいのもあれば、うんうんうん、あの大きいのでもう、ね、もうそのてっちゃんたちってもう、うん、あれもうバイブルやんか言うどこに新しいのが出た言うたら速攻買うみたいな世界です。時刻表ないとどこにも行けないですよ。もうずっと乗り換え案内と時刻表とにらめっこしながらあちこち行くんで、うん、でも時刻表吸ったやつじゃなくて今はもう、もう今はずっとスマホで、でも前は昔はのちっちゃいやつ入れて見てた、うん、そうなんや。あれがあったからどこでも見れるし便利やったなと。俺もよくね、あの奥さんの実家の長崎とかやったら、うんうん、長崎帰るのにあのよく新幹線使ってたとか、うんうんうん、あの新幹線何時乗ったら何時に着くなみたいな、うんうんうん、で、あのほら今はさ、もうなんか自動的にこうどこからどこまで入れたらすぐに検索されて、うん、でどの電車に乗ったらどうやって、うんうん、ってありやんか。なんねんけど、昔はもうそれを自分でこうやらなきゃいけなかった。パズルみたいにね。これ5分で乗り換え行けるホームとホームあそこのホームから階段降りていくの大変やでとか5分じゃ無理やろみたいな。15分はいるわでもそういうのが楽しかったかもしれないね、頭使って旅行立てるのすごい楽しそうやね。ね、だからそれのためにはやっぱりあの時刻表ってね、うん、結構活用されてたと思うんですけどね、うん、はい、みんなの大事なもの、はい、記念日でございます。そしてもう一つ、はい、レジ袋ゼロデー。東京都港区虎ノ門に事務局を置きスーパーマーケットの業界団体である日本チェーンストア協会が2002年に制定しました。ゴミ減量のために買い物袋、うん、まあ、いわゆるマイバッグの持参を呼びかけることが目的で、これより前の1995年平成7年ですねからゴミ減量推進国民会議が買い物袋を持ての買い物や簡易包装環境配慮型の食品を選んでゴミ減らそうと取り組んでたマイバッグキャンペーンとも合わせて推奨されていって、2003年からは内閣府が環境に優しい買い物キャンペーンとして呼びかけていました。で、その後国際的な流れから日本では2020年令和2年7月1日から全国一律でプラスチック製レジ袋の有料化が義務付けられたということでございます、はい、こんな前から推奨してたんよね。そう、そうなんだけど、うん、まあまあええやんって感じだった、まあまあまあ、で実際生活の中であの、ね、レジ袋って結構いろんな使い方をされていて出てきたこのお店にあったやつ、このお店お借りしました、はい、そのでも使うゴミ袋何でも使えるやん。そうだからあの、ゴミ箱にさ、うんうん、セットしてさ、うん、あのゴミを入れてで
まとめて捨てちゃうみたいな、そういう使い方も実際今でも俺やってるし、うん、だからコンビニでレジ袋ももらってそういう使い方もするし、うん、私もらったやつカパン入れといて、うん、外とかでちょっと疲れたら、はいはい、座る用のちょっと座る用のあの敷物として敷物レジャーシートみたいな代わりにちょっと欲しい汚れるなみたいなね、お祭りとか行った時のお尻置きやったりとか、へえ、そんな使うことそんな中身じゃなくて、まあまあ確かにね、濡れへんから、そうそう、ファッスルやからね、なるほどね、いろいろ使われてる、タオルとかね、ハンカチやとね、汚れる可能性あるからね、そうそう、濡れたもん入れれるしね、うんうんうん、なんかお母さんたちはいっぱい使ってるんちゃう、あ確かに、ね、子供たちのスタイルを稼ぐ、だから未だに俺実は買い物行っても お有料で買ってる、うんうん、私の親もすぐ買います、買う、うん、いるもんって言って、でこれね、エコノミストとかの間でも実は両方に分かれるらしい、うん、だから有識者とかの人の意見としても、うん、買う人と買わない人がいる、うん、まあ、いや、しかもこれもそうなんですけど、ちょっと環境にいい袋みたいなのが ね、いっぱい出てるから、うん、まあ、そういうものやったらいいのかどうかもちょっと難しいけど、うん、まあ、マイバッグの方がね、でもどこでもちゃそうなんですけど、そんな日がでございます、はい、まあ、なくなる方がいいんかな、環境的にはね、まあまあまあ、だからそれをどう使っていくか、その運用問題だからね、うん、まあ、まあそこのところはみんなで考えてるというところですね、はい、はい、ということです、はい、ありがとうございました、はい、ではいきますよ、はい、シネマダンブリということで、はい、今日のシネマどんぶりはですね、はい、またしても、うん、まあ、監督にインタビューなんですが、今関明義監督という監督なんですけど、前の番組の方で、うんうん、別 の釜石ラーメン物語でね、うん、井桁ひろえちゃんが、うんうん、主役をやった、映画があって、それのインタビューをさせていただいて、うん、2回目でございます、うん、はい、しかもその今関監督がですね、今関監督ってね、愛子十六さん、うん、もう我々の世代やったら、あ、富田康子の あのとかっていう、そういう感じの作品なんですよ、うんうん、で、その監督がなんとね、ドキュメンタリーなんですよ、お今回、うんうん、まあ、本人曰く、ドキュメンタリーはテレビの仕事とかでようやってたからみたいな感じで、うん、まあ、今回もドキュメンタリーだということで、うんうん、それがですね、タイトルがイェンさんの仕事、イェンっていうのはね、うん、顔っていう感じなんですか、顔ですね、顔ね、うん、顔の感じね、うん、で、台湾にいらっしゃる、うん、いわゆるその映画館の看板書き、うん、手書きで看板を書いてあるんですよ、うん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 、だから日本でもね、まあ、今でもある場所はあるし、うん、昔はもう大概が手書きだったんですよ、うん、いわゆるシネコンじゃない時代、うん、今どんな映画やってるっていうのは、うんうん、もう映画館の看板を見て知るわけですね、なるほど、で実際その、まあ、今関監督何回もそれをインタビューの中でも言ってるんですけど、うん、スターウォーズの、最初の時はエピソード4の、上映の時はあの時まだ手書きあった、うん、俺見たんだよってずっと言ってるから、それも一応入れときますけど、はい、そういう手書き看板、まあ、今ではでもほとんどが日本ではなくなっちゃってる、うん、はい、でその手書き看板を台湾の中でも台南、台湾こんな丸にこんな形してるのの下ですね、南側の台南の方の、まあ、古き良き映画館、で、実際にその、手書き看板をね、未だに書いてらっしゃるんですけどね、まあ、これ見てもらったら分かるんですけど、うん、すっごいでかいんですよ、うん、びっくりするぐらいでかいです、でちょっとね日本とは違うんです、うん、素材が、うん、みたいな話を、まあ、ドキュメンタリーの中でね見ていただきたいんですけども、まあまあまずは今関監督と僕のやり取りの、インタビューを聞いていただければなと思います、はい、はい、ということで今関監督のインタビューをご覧ください、はい、シネマダンブリー、私三留真由美がやってきたのは台湾、那时候那个年代
哦，有挂看板，那个气氛就不一样了。如果你见你时间，啊，你没有挂看板，那种人也不知道你做像什么。大きいよやっぱり。所以理论上来讲的话，就是一个老戏院，他坚持下来有这个舞台，所以他们有才华的人，所以越上这个舞台，他可以发光发热。それでは今日はですね、映画、ゲンさんの仕事、という、まあ、ドキュメンタリー映画なんですけども、この監督でいらっしゃいます今関明義監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回も鎌倉目物語でお世話になりました、はい、ありがとうございます。いえいえ、本当にどうもありがとうございます。まあ、それ以来の、はい、インタビューということになるんですけれども、今回ゲンさんの仕事ということなんですが、はい、ゲンさんってね、漢字で書くと顔って書きます。あ、そうですね、はいはい、顔イエンっていうの顔あるんですけど、それはまあ向こうの、はい、タイの呼び方なんですけども、はい、イエンさんの仕事、カオさんの仕事ですね、はいはいはい、これね、実は昔っていうか、この前に撮った連連ドーファーという映画があるんですけども、はい、それは本浦セリナちゃんが主演で、台湾を旅する家族、まあ、お母さんっぽい人と一緒に旅をする話なんですけど、その時にもう台湾にはもう完全に僕は惚れていて、何度も台湾に行き来している中で、実はこのイエンさん、顔と書いてイエンさんのことは知っていて、はい、古き良き映画館で映画看板を書いている、手書きでまだ映画看板を書いている方がいらっしゃるというのを知っていて、まあ、いつかはちょっと会ってみたい、映画館にも行ってみたいとはずっと思っていて、連々ドーファーが落ち着く頃、最初は、ね、コロナ禍だったけれども、映画館に行ったりしながらイエンさんにお会いしたりして、その時はまだね、でもね、映画にしようとはまだ思ってなかったんですよ。行くたんびにチラッと見て、3回行ったかな、ちょこっと書いてるの見たり、お話を聞くんですけど、でも実際映画看板、日本も昭和時代ずっと手書き看板はあったけれども、書いているところを全部下書き含めて、そして映画館に大きく掲げられるとこまでを撮った映画ってなかったような気がする。一部一部あるけどね。で、全部見てみたい、一気に。まあ、それもちょっと興味湧いたのと同時にね、なんかね、ものづくりに対してちょっと悩んでた頃で、僕がいっぱいいろんな作品を撮ってるんですけど、うん、映画を撮り続ける意味とか原点に帰ってね、考えてみたいなと。イエンさんも毎日毎日看板を変えてるっていうのをネットの記事で見てましたけど、どんなモチベーションでどんな気持ちで毎日変えてるんだろうっていう興味もあって、じゃあ撮ってみようってことで、去年の夏、台湾の台南という、まあ、南ですね、へ行って撮影しました。イエンさんへの取材4日間で、まあ、もろもろ含めて5日間、はい、台湾に行かれてたということなんですけど、はい、どうだったんですかね、そのまずそのなんでその映画撮ってんだろうみたいなところを、ちょっとそのイエンさんの仕事を見ながら何かこうお気づきになったこととかあるんですかね。まあ、究極的には完全な答えは出ないけど、一言で言うとね、うん、好きっていうだけですね。なるほどな。確かにイエンさんめっちゃね、絵描くの大好きな方でしたもんね、はい、そうでね、夢中に描いてて、でもね、表情見たり手つき見たりしてると手抜いてないし、うん、まあ、極端だし、でかい看板だからね、はい、多少手抜いたって分かんねえじゃんと。俺が任されたらもっと手抜くなと思いながら見てたけど、はい、すげえやっぱ丁寧だなと。まあ、インタビューも含めて本当に絵が好きな、18歳からね、先生に弟子入りして映画看板描いてるっていうけど、食うためだけだったらできてないなと。でもちろん小さい時も絵が好きだったり、ちょっと絵画の賞を取ったりもしてるみたいですけども、好きなんだな本当にっていうのが、もうまあ、で僕も振り返ればやっぱり映画が好きなんだなと、うん、もう単純だけど、まあそこに尽きるなと。別に映画は儲かるわけでもないですけど、好きっていうのが結論です。イエンさん今71歳ですかね、はい、1歳か2歳か、まあ、それぐらいだと思うんですけど、はい、まあ、だから50何年もずっと書いてらっしゃるところなんですよね、はい、でその間、まあすごいたくさんの看板を書いてらっしゃって、しかも日本じゃ考えられないぐらいでかい看板なんですよね。そうです、もうでかいです。もう一軒家の地面から屋根ぐらいあるぐらいまでの高さの、はい、っていうイメージしてもらえば分かりますけど、はい、もう上に掲げてもびっくりするぐらいでかいです。であと、はい、掲げたらどう見えるかっていう設定、こう考えて書いてるので、ディフォルメの仕方ももちろんうまいですし、それは本当にびっくりしましたね。僕ね、ドキュメンタリーだったら監督って普通下調べしたり
イエさんの実家にも行ってますけど、僕ね、全く調べしないで行ったの。自分も驚きたかったから。でもトラブルあったらあったで、それも含めて取っちゃおうと思ってたので、だから全部驚きました。で、実はイエンさんってね、あの孔子のお弟子さんの家系の人っていうのも、なんか一緒に出てました。そうですね、はい。99番目、中国から流れてきて、台湾、台南にたどり着いて、はい、台南の、とある地区に、だから、カオさん、イエンさんの村というのが存在します。はい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 、そこの村に行くと、イエン家しかないんですね。はいはい、もう、で、もうそこは長州にカオとか言ってますもんね。そう。だそれもびっくりして、で、家系を調べたところ、まあ、孔子の弟子筋であって、まあ、それもいい弟子筋であるということも分かって、はいね、まあ、びっくりしましたね。ね、そうですね。そんな方が今、ね、台南の映画館の、映画看板書いてらっしゃる。びっくりします。だから日本で昔は全部映画看板って言ったら手書きでしたから、ね、スターウォーズの第一作だって日劇に掲げてあるやつは手書き看板ですから、うん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 、で、まあ、いわゆるシネコンになって確実に映画看板って必要なくなっちゃったので、はい、まあ、まあ、いわゆる電子的なポスターみたいな形で、電飾的にはポスターありますけど、手書き看板紙がもう必要なくなっちゃったので、一軒家型の映画館じゃないと看板を掲げる場所がないんですよね。うんうんうん、で、手書き看板紙もどっと減って、はい、今ではもうほとんどもう壊滅状態、日本でも数人しかいないと思います。そうですね。はい。はい。はい、台湾でも実際やって書いてる方も他にもいますけども、数人しかいないです。規模が僕が知れる限り一番大きいと思います、ゲンさんの看板が。巨大なキャンバスを全部貼り合わせてパズルのように、はいはい、最終的に6枚組または12枚組っていう形で書いてるので、非常に大きいです。で、かつ、横長にするパターンが多いので、うんうんうん、たまたま今回のは、まあ、あの、スラムダンクは縦でしたけど、はい、まあ、あんまデザイン、ポスターやなんかがはまらない場合は自分でデザインを変えてます。うんうん、新たなデザインにしたりして、はいはいはい、イエンさんなりに工夫して書いたりもしてます。今回だってあれですもんね、スラムダンクの、まあ、ポスターの中からイエンさんがここっていうところを切り取って書いてらっしゃいますもんね。そうですね、自分のパッと見綺麗かっこいい感じのデザインをし直して、はい、レイアウトし直してますね。まあそれもびっくりしたし、なんと白から書いてますね。白キャンバスではなくて、そうなんですね、元は皆さんご存知のスパイダーマンの絵が書いてある元々の看板を、はい、その上から下書きをして、イエンさんは最終的にスラムダンクに変化させていきます。はい、はい、はい。普通はね、重ねるにしても普通白塗ったりして、うんうん、ただやると思うんですけど、しないです。もうまんまチョークで、白チョークで、びっしり書いてあるスパイダーマンのポスターの上にチョークで下書きをして、もう即書き出してるっていうのも、びっくりしましたね。はい、もったいないです、はい、あと。いうところ。あとね、うん、これ偶然だけど、今年ね、イエンさん初めて映画の賞を取ったんですよ。はい、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 そうなんですよね。あ、はい、まあ、映画の頭にもちょっとそのことテロップで入れてますけど、はいはい、いわゆる18歳から50年以上映画の看板、映画の宣伝に携わってきてる人で、一番お客さんに近い人ですよね、うん、はい、お客さんがそれを見て映画館に入る、うん、なので一度も撮ったことないんですが、なんと今年台北の映画祭で初めて貢献、映画界に貢献したということで貢献賞という感じのものを受賞して、はい、台湾のテレビで生放送の番組で出演しています。で、トロフィーを実際にプレゼンターからもらうんですけど、うん、プレゼンター大女優さんです。で、大女優さんがね、他の賞を取った方々よりも頭をすごく下げて、うん、エンサーにね、渡してる姿を見ました、うん。YouTube でも実は調べればありますけど、はいはいはい、なぜそうしたかっていうと、そのベテランの女優さんがデビューした若い頃の作品も含めて、うん、でもイエンさんの看板で飾られてるんですよ。なるほど。それも知ってらっしゃるんで、うん、もう本当に陰で支えてくれた人ということで、頭を深々と下げながら、うん、トロフィーを手渡す姿、なかなか感動的でしたね。ああ、そうなんですね。はい。まあ、これがね、でもあれなんですよね、今年なんですよね。そうです、今年です。撮ってらっしゃったのが去年の、夏で。はい。今年に入ってからなんで、映画の中には残念ながらそのシーンとか入ってないんですけど、うん、そのシーンは入ってないんですけど、映画のドア玉にね、今年、はい、貢献賞を取ったというテープだけは、はい、入れさせてもらってあります。はい。あとはパンフレットにはね、そのことを入れてありますので。ああ、そうなんですね。はいはい、はい。あの、劇場行けばパンフレットに映画館の歴史やイエンさんのことや、その賞を取ったことも、こと細かに書いてあるので、たった500円のパンフレットです。はいはいはい。買わないと損です。はいはい
はい、これはあの、はい、価値で言うとね、1500円ぐらいの価値があるパンフレット。ああ、なるほど。まあ、でもそうですよね、本当にね。情報量たっぷりなんで、ぜひ、はい、お買い求めください、映画館で。はい、まあ、まずは、映画館に行っていただかないといけないんで。そうです。はい。はい、ということで、最後に締めでですね、監督から見てらっしゃる方に、はい、メッセージをお願いします。もう、昭和の人は誰もが知っている手書き映画看板ですが、多分今の世代は手書き映画看板っていうのは、ほぼ見たことがない。ましてや、書いている姿なんて全く見たことがない。それをぜひですね、見てほしい。最初から最後までどう書いているのか、映画館に行って看板を見れた時代が今ないんですけど、それを疑似体験してほしいと思います。で、かつ過去の人ではなくて、現在進行形で今も書いてらっしゃる方で、だってことを分かった上で見てください。で、台湾に行ったら、ぜひ台南の映画館に行けば、その看板を今も見れます。ぜひ映画館をに行って、まず映画を見て台湾に行ってみてください。よろしくお願いします。はい、そして、500円のパンフレットを買ってくださいということですね。お願いします。はい、初日も、今日です。初日舞台挨拶も僕行きますので、はいはい、ぜひ舞台挨拶の日でもぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、映画イエンさんの仕事の、今関明義監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。まあそうですね、イエンさんってね、本当ね、まあ、これ見たら分かっていただけると思うんですけど、すごい職人さんなんですよね。71歳で、でね、あれなんですって、そう、台南のその映画館ね、映画館の、筋向かい、映画館があって、大きい道路がある、その道路の反対側のところに、その倉庫がある、で、倉庫の下のところがちょっとひさしになってて、で、そこで、外で書いてるんですよ、ずっと。うん、もうそれも春夏秋冬、いつもそうやって、で、暑いでしょ、台南、暑いから、赤道に近いしね。どうしてるかっていうと、午前中しか書いてないって。ああ、涼しい間に。もう1時ぐらいで終わるって。へ、しかもその間、水も飲まなければ、ご飯も食べない。確かに、ね、まあ、映像出てる分だけかもしれないけど、すっごいずっと集中して書いてあるから、うん、そんななんか他にやってる余裕というか、うん、ね、素振りがなかった。いや、集中力すごいし、うん、すごい迷いなく筆が動くから、全然迷いない、すごかった。その白のせるだけでも、だから縁取るのって結構思い浮きたいところ、なんかもう、うん、ういっていうすごいわと思って。すごかった。一番感動したのは文字を書くシーン。ああ、はい、最後にね。そう、うん、最後にあって。タイトルを書くのはね、絶対下書きなしです。そう、なんかフリーハンドで、しかもなんていうの、レタリングでね。そうそう、ゴシック体みたいな文字を、もう迷いなくささささって書くし、結構大胆よね。大胆。ピーンって置いてからやるから、すごいと思って。まあ、だから、その、なんていうかな。筆で字を書くっていうのとはちょっと違う、いわゆるその中国の筆とかそういうんじゃなく、ハケやからね、そうそう、平筆みたいな、だからハケ、平筆でレタリングやっていくからね。すごい。で、大きさとかも、もうその時の手の感じで言ってんだけど、だから全体で見た時これぐらいの大きさになるっていうのをちゃんとイメージして書いてらっしゃるので、すごい。すごい。中でまた大きいところもちっちゃい部分も同じ筆で向き変えながらって、こう顔の目の色とかも同じようにちょんちょんちょんってするから、すごいわーと思って、感動しながら見終わっちゃった。ね、今関監督がそう感動したことを、まあ、そのまま見てほしいというね、撮られた内容になりますので、ぜひぜひ映画館でね、見ていただきたいと思います。はい、これはですね、10月19日土曜日、よりシアターセブンにて、公開という形になります。初日に言ってましたね、初日にね、舞台挨拶に来られるそうなんで、ぜひ19日、はい、まあ、時間ちょっとまだあれなんですけど、ぜひ見に行ってみてください。そして、パンフレット買ってください。500円です、はい、で多分、サインしてくれるんちゃうかなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。で、来週なんですよ。さっき2つあったよ。来週なんですよ、楽しみにしてください。はい、はい、ということでした。はい、ありがとうございました。
続きまして、さあ、月1企画やってきました。やってきました。はい、中島工商の今月の、研究発表なんですが、みりんですか？いや、もうみりん終わった。あ、終わった。もう分も終わった。ミリオン、いやいや、あの8つの中で の, あのブームはまだ燃えてる。まだ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 だいぶ燃え盛ってるけど、はい、あの今日はですね、はい、フィリピンのある食べ物を、ご紹介したいということですので、はい、ご覧いただきたいと思います、はい、それではどうぞ。皆さん、ご無沙汰しております。今月の私の研究発表をさせていただきます。はい、で今月はですね、まあ、ちょっと前回はみりんというものを熱く語らせていただいたんですけど、まあ、こと今回は、またちょっとフィリピンに戻りまして、私がフィリピンで一番好きな食べ物をですねご紹介させていただきたいと思います。で皆様、バロットっていう、まあ、食べ物聞いたことありますでしょうか？まあ、バロットとか他にはホビロンとかって呼ばれたりもするんですけど、まあ、これは東南アジアでよく食べられている卵なんですが、この卵なんと羽化直前のですね、アヒルさんの卵でございます。なので中身はですね、アヒルのヒナが入っている卵なんですけど、まあ、これ私フィリピンちょっとお前格好つけて行ってんじゃないかとか思われそうなんですけど、これ結構マジでフィリピン行った時にめちゃめちゃ大好きな食べ物で毎回食べてるんですが、まあ、これとの出会いがですね、私が、まあ、学生時代にフィリピンに行った時にですね、一緒に行ったフィリピン人の、まあ、おばちゃんたちからこれ食べてみなよって言って渡された卵がですね、まあ、中にひよこが入ってるよってことで、もう絶対無理って言ってたんですけど、まあ目つぶって食べてみなって言われて食べたらですね、意外にいけるなと思って、そこから自分で食べてみても結構おいしいじゃんと思ってですね、まあ、そこからだんだんハマってきたんですけど、まあ、フィリピンに行くと、まあ、夜の露店にですね、結構こういうバロット売りがの場所があったりとか、本当にバロットを持って売っている人も行ったりとかですね、まあ、結構夜食べる食べ物でして、それでもフィリピンの人もみんなが食べるわけではなくて、やっぱり怖いっていうことで部屋を暗くしたりとか目をつぶってしてしか食べれないよっていう人もいるんですけど、まあ、これが私が本当にハマった食べ物の一つでございます。で、まあ、フィリピンの方でもですね、これが勢力剤だよっていうことを言われていて、まあ、需要競争に効くということでですね、よくフィリピンの人たちに言われてたのが、一晩で3つ以上食べちゃダメだよと言われていたんですけど、まあ、それを破って4つとか食べた日には本当に寝れなくなってしまうと、まあ、全身から汗が出るくらいですね、結構効くものですね。で、これをもう僕は結構頻繁に行くときに毎回フィリピンに行って食べる楽しみとして食べた食べ物です。で、日本でも食べれるのかなと思って調べてみると、まあ、結構日本でも、まあ、僕の住んでいる愛知県がフィリピン料理屋さんとか食材店があるので、まあ、そこに行くとですね、だいたいフィリピンで買うと20円とか30円とかで買えるものが、日本だと輸入して250円ってちょっと高いんですけど、まあ、それでもバロットどうしても食べたいということでですね、まあ、日本で買ってですね、ただ、高い上に、まあ、輸入してきているものなので結構古くてですね、あんまり味もそんなに美味しくないなっていうのでしたけど、まあ、それでも好きなぐらい食べていたんですが、まあ、これがコロナ禍ですね、ちょっともう皆さん記憶にないというか、ちょっと古くなってしまった方もいるかもしれませんが、このコロナ禍でやっぱりフィリピンから輸入がですね止まってしまって、バロットがこの、まあ、私の住んでる名古屋からですね消えてしまったんですね。ではバロット食べれないなと、フィリピンにも行けないしなと思っていたら、今ベトナム人の方も結構多くですね、日本には住んでいて、まあ、その方々がビジネスを始めてですね、まあ、ベトナム雑貨屋さん、料理屋さんとか、食材店が結構周りにも増えてきて、覗いてみるとですね、英語でバロットって書いてあって、でしかも250円してたものが95円って書いてあるんですよね。でバロット普通はアヒルの卵なんですけど、チキンバロットって書いてあって、これってバロットですかって言ったら、そうだよと。で、しかも鶏のバロットで、フィリピンから輸入されてきているものはフィリピンで一回茹でて締めてあるやつが来てるんですけど、日本で売ってるものはですね、養鶏場からそのままおろされている中にひよこがまだ生きてる状態でいるんだよ。それを買ってみてですね、家で茹でて食べるんですけど、まあ、それがもう信じられないくらい美味しくて、しかも安いと。でこれで僕毎週毎週ハマってですね、ベトナム料理屋さんに行ってですね、バロット10個ぐらい買うんですよね。10個買っても高が知れて1000円ぐらいなんですけど、そうすると店員さんが驚くわけですよ。10個も買うの。
で、まあ、10個を買って、もうそろそろ週の半ばにはもう食べちゃうぐらいですね。まあ、結構本当にこれで元気になってですね、そのおかげで子供が3人できましたという話です。はい。ということで、ちょっとバロッと紹介したいんですけど、あまりにも衝撃的な、フォルムなので、ぜひ、気になる方、バロットであったりとか、まあ、ベトナムではホビロンと呼ばれてるんですけど、まあ、ちょっと Google で検索していただくと、すぐ見れるかなと。まあ、中身はですね、ひよこがあったりとか、黄身があったりとか、白身があったりとかするんですけど、まあ、どれも血管が通っていて、結構生々しいんですが、まあ、食べてみるとですね、結構美味しくて、まあ、元気も出るよっていうものです。で、まあ、今月のですね、私の、まあ、研究の、まあ、まとめなんですけど、まあ、このバロットがですね、日本中に広がれば日本の少子化は救われるんじゃないかということが、その私の結論でございます。そしてまたある種ゲテモノ料理としても有名で、まあ、結構そのゲテモノランキングの中でも上位で入るバロットなんですけど、まあちょっと考えてみると結構刺身とかもですね、フィリピンの方食べれないとか、日本人その刺身食べてるなんて結構もう信じられないよとかよく言われたので、まあゲテモノと言われる料理もそこの国の人が普通に食べてる料理でもございますし、まあ我々が普通に食べてる料理も外から見たら意外に、そのもん食べるのっていうことを思われたりしたりすることもあるので、まあ、まずは食べてみるっていうのも大事なんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ今月もバロットを食べて頑張っていきましょう。ではまた来月お会いしましょう。さよなら。すごいかもしれない。いやー、はい、聞いただけで、はい、ちょっと衝撃で、でも一応気になったんで、いや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 、調べてみた。うん、調べてみたね。おすごい落ちた。まあ最後に言ってなかったけど、うん、そのまあね、地域によってはそれがええっていうのがあるから、うんうん、こっちも食べてるもんええってあるかもしれんから、うんうん、ちょっとあれ、ちょっと見た目が。色合いが、まあまあ、でもまんまの形といえば、まあ、手羽先もあるしな。そうそう、手羽先も言うたらね、うん、まんまやから美味しいけど、うん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 、そうそうそう。だけどちょっとね、あとほら、あのなんか、なんだっけ、白魚のなんか踊り食いとかさ、確かに、タコとかね、ね、タコもそうですね。だから、言うたらそうだねけど、ちょっと想像するとね、うん、でもすごいやん、よう考えたらさ、なんかそのなんかタイの姿作りとかさ、まあまあまあ、もう姿そのまんまにしてるわけ。なんか なんやろね、この違いは。だってほら、あの魚の目ん玉とか、カブト煮とかさ、カブト焼きとか、ただ目ん玉の周りが一番おいしいねって、ジュージューとか食べてるやつおるやんか。あれはもう考えたら似たようなもんかもしれへんで、ね、食べへんけどな。まあ、あのぜひですね、あの自民党の新総裁にはですね、あのこのバロットをあの国民に食べさせて、少子化対策、ね、あのフィリピンと友好関係結ぶ意味で、うるさいな、めっちゃ美味しいなって、やっていただきたい、新しい首相には、はい、やっていただきたいなと思います。はい、はい、なかなか面白いですね、はい、いつもということで、中島工場の、今月の元気発表でした。はい、ありがとうございました。さあ、気分変えていくよ、気分変えていくよ、はい、中島交渉から、はい、中之島映画祭情報です。西園さん、はい、西園さんでございます。はい、今週はですね、うん、あの先週の続きで、うん、あのコンペティション上映以外に中之島映画祭をやってたことを、うん、今ちょっとやれてないんですけど、うん、それをちょっと紹介したいな、うんうんうん、なんかいろんな企画があるんですね、はいはい、まず一つ目、先週から3つ目かな、うん、DVD の販売をやりました。あ、はいはいはい、あの実習映画、うん、要するに中之島映画祭で、うん、あの入賞した監督限定で、はい、DVD を、はいはいはい、あの販売しよう。それは上映してる作品のってこと？いや、違います。あ、違うやつを、はい、おー、なるほどなるほど。今まで、あの入選した監督さんにちょっと参加をお願いして、うん、あ、なるほどなるほど、あの別にあの、うん、中之島映画祭で上映されてなくても結構ですということで、うん、その監督さんの作品を DVD で売りたいんですよ、ね。なるほど。で、やって、大体、そうですね、全部で40タイトルぐらい販売したんですけど、うん、なかなか難しくて、はい、難しくて、はい、ね、まあ、結構有名な、ね、監督さん、石井優也監督であったり、はい、上田慎一監督の作品もたくさん、はい、
っておいていただいたんですけど、はい、でまあ4年ほどやったんですけど、うん、まあ今ほら動画配信が増えてきたからもう DVD の時代じゃないなと。なんならそういう有名監督動画配信にねもう作品上げちゃってるってパターンもあるからね、うん、でもそれでもう今はやってないんですよ、はい、なるほど。でやっぱりね自主映画を家でもう見れるっていう環境を作りたいなっていうので始まったんですけど、うんうんうん、もう時代はそれを通り越して動画配信いつでもどこでも見れるようになってますから、はい、で今はやってません。はい、はい、でもう一つ、中野芝居画材って入場料を取ってないですから、うん、お金を生まないんですよね。いや、そうですね。でそれでなんとか方法ないかっていうので、まあ、学生さん当時たくさんいた学生さんが中心になってライドライド自分で映像を作って、うん、それを見ながら、うん、ゴンドラに子供を乗せて、うん、ゴンドラをこう動かしながらやる体験型のアトラクションみたいな、ジェットコースター乗ってる気分みたいな、そう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 、そういうのがあったんですよ。で、ね、あの冒険もんがあったり、うん、ファンタジーがあったり、うん、スパイもんがあったり、うん、あとゾンビの、いろんなパターンで毎年毎年違った内容で映像を作ってそれに合わせてやるっていう、非常に好評でしてね、うん、あのめちゃめちゃ良かったんですけど、はい、なんせ、うん、外じゃないとダメなんですよ。中之島公会堂の中ではやれないですから、なるほど、外でテントを建てて、はい、中を真っ暗にして、はい、それでやったもんですから、もうすっごく中暑くて、暑いよねでも暑いけど、もう本当すごい人数の、この子供たちが見たい見たいっていうのでやって、いずれは 3D やろうぜとか言ってたんですけど、うん、あまりの暑さと体力もね、はい、でそれとまあコロナがあって、そうですね、子供さんがもう参加できなくなったんで、うん、今も全然やれてません、うん、でも結構面白かったですよ。そういうオリジナルの映像を作って、それでいて、うん、楽しんでもらおう、子供たちに楽しんでもらおうっていう企画は面白かったなと、うん、それで人気儲かりましたし、ほんとは今後またね、うん、なんか僕は 3D までやりたいな、できたら 4D までやろうぜとか言って盛り上がってたんですけど、うんうんうん、はい、まあそんな感じでやってました。はい、はい、面白そうよね。でもね、そう、面白かったですよ。やるのは大変でしたし、でも子供たちの反応が直に本当に感じられるから、非常に楽しくやってましたね、うん、はい、まあ、だからあれですよね、あのゴーグルとかはつけないけど、なんか感覚的に言うと、もうほんまなんかそういう VR の 4D でっていう感覚ですよ、ね、まあ、そうですね。ゾンビなんかね、最後ほんまもゾンビ出てきますから、ね、おお、めっちゃいいよ。それでもうギャーですよ外で待ってる人何があるんやろからね、めっちゃ叫んでるけどって。それはありますよね、うん、お化け屋敷とかでもそっちでギャーとか言われて、うん、ワクワクするわっていう感覚もあった。なるほど、ちょっと対策して再開してほしいね、はい、またぜひ前向きに考えたいなと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございました。はい、それでは、続きまして、夢人情報でございますが、はい、ひなちゃんは、ひなちゃんはもう同じ話しかしません。はい、はい、同じ話してください。はい、10月27日の日曜日、はい、フェアリーテイルズ大阪さんという場所で、うん、ブレイブゴーストさんっていうグループさんが解散、うん、ライブがございます、うん、そちらに呼んでいただいておりまして、はい、オープンは3時半、スタート3時50分なので、はい、早めに終わるかな、20分ですね、うんうん、8時9時には絶対終わる感じです、はい、前売りが2000円、当日2500円で割れますので、キラキラアイドルちゃんもいるし、こう歌うマシンガーみたいな、うん、テレビにも出てたシンガーちゃんが今回出るんです、うん、放送されてて、おテレビの前で見てて、と思って、うん、まあ、そんな子もいたりするので、まあ、ちょっと気になった方は見てほしいなと思います、はい、あとは踊ってみたとかもちらほらやっておりまして、はい、動画が上がったりステージもあったりするので、まあ、気になった方は連絡ください。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、はい、こちら側からですね、まあ、まず、先日あのこの番組で、ね、うん、ご紹介させていただきました映画、石焼き芋取り尽くし石焼き芋言わなあかん。せやねん、せやねん、発音難しいな、うん、取り尽くし、はい、の、この上映がですね、はい、10月の18日金曜日より、出町座
10月19日より、元町映画館にて、公開という形になりますので、はい、まあ、テアトル梅田では、ね、もう終わってますけども、うん、1週間、限定上映が、はいはい、10月の18、19、出町座元町映画館でやってますんで、ぜひ、ご覧になっていただきたいと思います。はい、はい、であとはですね、私の、うん、はい、作品ですけども、またマテリアルでですね、ショートムービータイムでやっております、10月10日19時半から、僕だけのフライミートゥーザムーン、大きな気になりたいこの2作品ですね、やっております。そしてトモルの方が、10月30日、もう水曜日です、18時15分から、やっておりますので、こちらも、ぜひ、ご覧になっていただきたいなと思います。はい、夢人情報以上でございました。はい、ということで、エンディングでございます。はい、なんかもうでもあれやね、詰め詰めいっぱいの情報って感じです。はい、そうですね、まさかね、バロットがね、こんなに盛り上がるかどうかなって感じかな。はい、そうですね、はい、花字でもですね、やっぱりかな、どうなんや、チョコレート食べ過ぎたのかな、花字でね、言うやん、バロット食いすぎ、でも4個食べたら油汗出て、大変なことになる、寝られへんようになるよ、寝るって言うのは困るな、やっぱり2個ぐらいで止めとかな、2個でね、はい、3個以上食べちゃダメですよ、皆さん、はい、ぜひ、よかったらお楽しみに、まあみりんもそうですけど、なんか最近ちょっと食い物ネタやってみようかな、なんか回しもんかな、だって前々回も食い物だ、そう、でもしか食い物の話聞いてるね、はい、次回はどんな食べ物なんでしょうか。はい、来月また楽しみにしてください。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。